Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. こんんばは、のですいや、どうななんかえどういうことやっぱその挨拶で覚えられるっていうのがもうテーマになってくるんじゃないかなって思う今後の芸人として我々はははいいはいもう今すごいよ他の人たち何がよ自己紹介でどういうこといや例えばよお前も合わせられると思うわえいくよボンジュールいそギンチャクです鉄昭です 一緒やろ俺一緒一緒なんよ声一緒なの劇場でね気づかれてしまったついに俺のいやとか知ってるえっとラブリースマイリーベイビーこの m 1でむちゃくちゃ有名になった女の子女の子2人小学生分かるよ別にあの子たちすごいぞ自己紹介自己紹介俺何とかです何とかですラブリースマイリーベイビーですって言うんよあれやりたいえ お前にはレッツゴーベイビーがあるやんあのもうあげるあの子たちにええー。ラブリースマイリーベイビーにちょちょちょちレッツゴーベイビーもレッツゴーベイビーもいらないのよ誰もそれぐらい俺は感銘を受けたからやっぱ俺たちもそんな普通の自己紹介しちゃいかんえぇママはダザイの鉄ですだ違うな,な,なんなんじゃお前お前のあやむですじゃなかったお前もしてなかったよ今<う>ああシャツ。お前任せろ俺にあなたのハートにズッキュンドキュンどうもダザイのあやむですパー、うん ちょっと待って、ほら、プロデューサー気気ににすすんんななちやりたいことや。お前、本当か ?NH 入ったとき、お前はそれがやりたかった。NH 入ったときはこんな芸風でやると思ってない、そもそもが。こんなパワー系の芸で行くと思ってない、俺は。今のことパワー系パワー系や、今の。そうだ、センス系でやりたかった全然、ちょうだい、ちゃんとテツモ。テツモうん、そらそうやん。俺、あるやん、俺の。知らん俺、過去に出してるやつ。 えちょっとないわちょっとごめん覚えてないってことはやっぱちょっとあれなんか印象に残ってないかもしれない,ないちょっともう一回もう一回ちょうだいそれめっちゃいいかも思い出したら嬉しいかも、ねうん、みんなもあーあれやってなるかも、うん、もしかしたらいつでもどこでも尻滅裂ダサいの鉄です、うん、いつやったのそれ <laughs> <laughs> あの昔あったんですけど大観さんの入れました、ね、大観さんの何けいつでもどこでもどすこいどんとこいああ<ー>やっぱ、うん、いいよねそのキャラが一瞬で分かるよくねえよあんな

ちょっとそれ違うってお前死に滅裂太宰の鉄ですなオッケーオッケーそれなのお前自分の挨拶ズッキュンドッキュンパン終わったけお前いや<分>適当にすなえでもやっぱ似てるよねズッキュンドッキュンとその言えいつでもどこでものこの五感という <laughs> 最悪お前最悪やそう,そういうことよすごいわ大感さ<何>全然分からんかった何がすごいちょちょうだいいつでもどこでも死に滅裂太宰の鉄ですあなたのハートにズッキュンドッキュン太宰の歩ですパーン ほら盛り上がるやん。どこが？キングオブレディオダザイのアブナイズナイト。二十代最後、アヤムはどう生きるのか。結果報告。したくない。えいやいや、何が？したくない。いやいやいや。もう思い通りに行きたくない。ああ <laughs>。<laughs> ちょ<っ>と <laughs> もしかしたらいやいや最初の挨拶とかもう思い通り。 そう今日の収録は、はい、全員が思ってる方向と違う方向に俺は行くからああめっちゃいいことだよそれの心意気とか大事やわそういいことなんかう <laughs> <laughs> か確かにまた思い通りか、えー、それめっちゃいいことかも俺よくないじゃあ思い通りに行くはどっちもう言うことを聞きたくないで何があったの,その今回の企画をまず説明するとその天神でねそのナンパをするっていう企画があったじゃないですか 今回企画その結果報告をしようっていうこと普通にしたくない <laughs> 泣きそう泣きそうやん <laughs> 泣くやんお前史上初のしたくない何、ね、な,などうしたんいや、まあ、まずどうする哲ノから聞くああもちろん全然いやまずやっぱあれしよう何やお前自分でしゃべるな<純>俺がしゃべってんだからバカ じゃあ、謝るから先にしゃべってよじゃあいやこの企画2人でナンパしようって今説明しましたよねいや言ってないですよナンパしようってもういい言ったでいいのに熱像はせこいぞお前せこくないだから2人でこれまでねいろいろありましたビーガン企画とか準備企画とかね24時間起きるありましたちょっときつかったからここでダザい2人で何かしようっていうのでじゃあ 2人プラスナンパの、まあ、プロというか最近ナンパにハマってる <laughs> 鉄の後輩の鬼丸か成功したことないのプロって呼ぶなお前 <laughs> の3人、うん、はいはいはい3人でちょっとナンパ企画をしましょうっていう話だったそうね前回までのあらすじは、はい、そ<う>はいはいはいで蓋開けてみたらお前どうやった何をお前2人と1人やったやろうえ鉄お前,<え>お前鉄は鬼丸と2人俺は1人 自己お前なな何そ,れそれがどうしう怒ってんのそれで怒ってるめっちゃ怒ってる、はあ、もうお前ダザイ脱退しろえー、<laughs> 太宰ダザイ脱退しろ、えー、<laughs> お前それぐらいは怒ってるえちょっと待ってその理由聞かないとそれはだって俺ナンパしたこともないのに一、うん、人でなんか女の子に声かけるって <laughs> うん、うん、俺,俺ナンパって多分よくもないわその女の子怖いもん こんな俺が、うん、いきなり「お姉さん時間ありますか?」は怖い普通にえでも俺は頑張ったよで俺一人でも3人に声がけてすごいよそう まず1人目の人は多分日本人やったけどその古しかとスタートから1人目は日本人やったけど当たり前じゃないですかそれって2人目がベトナムの人やったんよえこれはちょっと会話できたなんでよちょっと会話できた日本語がちょっとできる方だったから日本最初の日本人より日本人はもう俺喋ってくれんやったからなるほどねそうめっちゃなんか YouTuber とか聞かれてはいはいはい YouTuber とかでもないけどまあまあ近いよみたいなちょっと嘘ついた <laughs> なるほどね。でこのあと時間あるみたいな感じで言ったらえ、はい、なんかもう家に帰んなきゃいけないみたいなので<ー>なんかねその寮に住んでる人ははいはいはい。多分留学生の人でなるほどね。そう。で門限があるみたいな感じだったから<ー>あそっかそっかじゃあもうそれは仕方ないねみたいな感じで結構フランクにお別れした<ー>これが二人目。<ー>で。 3人目これがヤバかった3人目ね日本語が全く喋らない中国の人やったやはい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 で中国の人にね「すいません今お時間ありますか?」って俺声かけたんよや、うん「ケご、あのー、公演のジョイフルの前を」ああはいはいわかるよで結構人通りも多,か多いのにその女の人ねまあ何歳か分からんけどちょっと俺より多分年上後ろ姿で分からんやったっちゅうけど俺そう年上でめちゃくちゃまくしたてられたん俺えそれどういうふうに みたいな、えー、めっちゃキレられて <laughs> 最後だけなんか死ねって言われたわたで。ね、そう知ってる日本語それしかなかったんかもしれないなん何かわからんなんかレシートみたいな投げつけられたんよあ<ー>で俺心折れた何で俺1人でこんなことし,し,しなきゃいけないんやろうと思って <laughs> <laughs> これが3人やったら俺は笑い話になってんてつ、えー、と鬼丸と俺で俺がそんなことになったら笑い話やったけど俺1人でそれやってるやん何してんのお前 いや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 お前やば？お前, <laughs> お前その状況お前わかる？周りめっちゃ人おるんやんか。で俺めっちゃ怒鳴られて髪投げつけられてちょっと笑われてたわ。いやいやいやもうそれそうなるよ周りのやつらに。なんなん本当。 それれやけどめっっちゃ腹立たあはでも哲がなんかその時にみんなどこおるみたいなちょっと一回ケゴ公園戻るわみたいな感じになったライ LINE でなったんや俺が言ってたっけそんないやいや言ってたグループ LINE で言ってたんや一回みんなのとこ戻るわみたいなだけん俺はじゃあ哲が戻ってくるならまたちょっとケゴ公園戻ろうかなと思ってケゴ公園戻ったんやそらお前戻ってこんやったろえ ね、みんなどこおるみたいなのあったでしょそうそうそう、うん、で俺がちゃんと場所言った今今ね造しました捏造じゃないそうみんなどこおるって言うから俺戻ってくると思ったん <laughs> だけど俺ケゴ声に座ってたの俺も座ってたよ <laughs> いやその座ってる時間だけ多分違う待ってじゃ言わせてくれるいや無理まだ無理 もう終わりやん3人いやん人人いいまだ無理<え>3人じゃない<え>俺その手つまってる間ナンパされかけたどういうことなんか多分俺うつむいとってさ髪の毛こんな長さやったけんか分からんちゃうけどなんか男の人に声かけられた怖かったちちち俺その時思ったナンパされるのって怖いってあそ,でそれっちで女性側の気持ちが分かった女性側の気持ちが分かったそこで4人目にしやったそうそうそうなんか「すいません」って言われてパッて打ったら「あっあっ」て言ってどっか行っただけやもう分かったんやろうねそこで「ああ男だ」って きしよかったえそれで終わりじまあまあ言い分は終わりこのまだ先もあるけど何先い,いやいい,い,いお前の方を先に聞くわ来い来いこれマジで最初スタートお前こんやったないやいや俺行ったよ違う一回集合したやうんうんそこで「あやむと鬼まみが鉄行け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 」っつってさ、うん、俺行ったら覚えとそっからもうはぐれた最初のあの時 <laughs> いやいやいや俺その時俺おらんって俺もおったていやおらんって俺の 記憶は、うん、一番最初に俺が来て、うん、で,もうそで,で西湯さんと渡辺さんおったわってなったら哲と鬼丸が二人で二人の女の子に行く行くって言って二人で行ったそう、えー、これは多分西湯さんも渡辺さんもおったなおさら分かるくないそれは普通に「だな行け行け行け」みたいになってそみんなで行こうとしたら「あやむ」とこうやったよ」いやいや違う違うみんなで行こうじゃないよ<は>鬼丸と哲が二人で「行く行く」って言って、うん 二人でついてこいよあやむ2人の女の子に2人でいやいいや3でそうそうどういうことそんなじゃあ分かったじゃ分かったじゃそれは2人で行ったのはいいわでもあやむ来る案もあったくない来る案もじゃ仮にあったとしたけど俺が乗り遅れたとしようそれにその後のお前の対応がよくない戻ってきましたであやむ待ってましたそれ俺に連絡したかしてないんでしてないお前やろそんなあの場所に戻ってきたらあやむがもうおらんくなってたそん んなだっってなかったやん、うん、この場所に絶対戻ってこようなみたいな約束がなかった,かったまずルール何もなかったルールがなかった、うん、でルール決めるところからまずせな行かんやってやろうがいって言ってん、えー、でもそこで一緒に行ってたら勘できてたよか一緒に行くかどうかも決まってなかったやろって、うん そもそもだってチーム戦にする個人戦にするも決まってなかったうん、うん、俺はそれをお前にしょ<や>相談したやんやろじ,ゃあじゃあ最初のアヤムの意見なくなりますよ何がなくなった俺は一人で行かせたみたいないや違う結果二人でお前が行ったことによって俺が一人になったことを「謝れ」って言ってる,でる俺だそれ成功こその俺も確かにそうなってしまったけど歩もじゃあお互い5分じゃない、うん、それやったら5分じゃねえよ 2>, 2, 2になってしまったのも1になってしまったのも結果ないの。 いや違うやんだって<え>鬼丸ってお前の後輩でお前と仲いいやん、うん、関係ないよそんなもういや,いやい違うやんだから俺はさそのナンパ企画する前に劇場で一回ルール決めようって言ってんああそしたらお前じゃあ現場について臨機応変に対応しようって言ってんああお前の臨機応変はそれかああいや結構流動的やん ああ流動的じゃないって一番最初にルールさえ決めとけばこんなことにはならんやったって、うん、いやでもうでもしゃあなくないとそれやったら 2, 2になってしまったのも道になってしまうしゃあないじゃないやん、うん、俺は最初に提案してるじゃん、うん、ルールを1回決めようってそれをお前が、ね、俺臨機応変にやろうって言ってるんだったら、うん、俺騙し討ちされたと思っても仕方なくな、うん、えっ、ー 俺そんふうに見えたの騙し打ちした感じにいやだけどだからその思わんやったん二人でやってる時にさあれムついてきてないなちょっと連絡取ろうかなとかならんやったんこっからです俺まず戻ったよム最初折った場所みん西出さんとか見た場所おるやんああおっとったフラリア前やなそうそうそこでずっと待機してたよあいつ一人で行ったんかなと思ってでもまあいっかと思ってずっと待ってたよまあいっかが引っかかるよねまあよくないよねそれはあいやでもずっと待っとったよ知ったです 鬼丸ですらここからああいう知らんやろもういやもう多分俺が知らん話やわ俺もそれ心折れてる止まらんからね見つけたら全部いっちゃうよえ女の子を見つけたらそうそのあの子いけるかなとかなくってことそう <laughs> お前やばいと思うやろそれはうんまあやばいと思うねブワわいっても鬼丸待っ,、うん、って待って待って待って一回落ち着けいやそうやんお前が止めるのが役目やん、うんうん、止めきれんやったここに関しては確かに俺が悪い 止めきれんんどどういういこと鬼丸どんな感じでいくのあもう俺がちょっと目離したらもう女の子と喋りかけるでも喋りかけるのはできるのにそのあとがあいつないやんな,ない、ね、ないね、うんそれはわかるわそれで喋りかけてそ,のそっから喋るの俺がなるほどそうで切り込みに鬼丸が行ってあとは鉄が全部フォローするってことでも俺がその女の子と喋りようときあ,ああそうやなそう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 ん がなんか電話かかってきとったけどかかたその時も女の子とずっと喋りよって、うん、4組目くらいかな4組目くらいでもずっとまあ1ターンがまあ長いの、ね、よでもそれはすごいことよね1ターンその同じ女の子でいける、ねまあ、逃げられる時もあるけど、まあ、1ターンがまあ長くてそれでカラオケ行って、うん、ここで一旦落ち着けるやっと携帯ちゃんと見れるね、うんそしたらもうムがぶわーっなってる俺はもうパパや,やってられる俺は, <laughs> 俺はやってられる帰るって言っても <laughs> <laughs> そしてム電話してうん どどうしたどうししたたみたいなしたあやむがもうぶっちぎれぶっちぎれよ当たり前やんお前ごめんごめん一旦落ち着けと、うん、ごめんごめんごめん,ごめんっつってしたあやむがもう俺帰る、うん、帰る、うん、もうやっぱりあやむぶっちぎれてるよ当たり前やんお前そんなの怒るよまあでもこれはもうお互い分かってないっけねお互いの状態があやむが16時そんなことになってるのも鬼丸、まあまあ、が暴走してこんななってるのもお互い知らんやろそれ、まあまあ、もこれはフィフティーやろ,、うん、やろまず まあフィフティかもしれないけど戻るよちょっともなんか鬼丸がリズム天国のカラオケ歌って女の子ドン引きはい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 俺もう何がいいめちゃくちゃおもろいや何がいい俺はめっちゃおもろいややそうでも激ヤバんか俺よりかわいそうな気してきたで俺が全部お金払ってさ その後もうアヤムからの電話もあったし、うん、鬼丸はさもうこうずっと興奮してわけわからんけどもう一旦ちょっとこの二人に会わないけんと思って、ちょっと合流して落ち着かなきゃいけない。アヤムとも合流せないけんと思って、うん、でも一旦ちょっと出ようと思って出,出たい。うん、そしてもオニマルがえな,なんでですか、なんで出るんですか。 ままああそう鬼丸からしてみれば盛り上がるすんか今から何するんすかみたいな鬼丸もさ初めてなんよカラオケとかに行けたのもそれが成功なん初めての成功なんいもう成功じゃないよ正直成功ただ遊びに連れていけたぐらいすごいことよそれはもう鬼丸は全然そこでもうんか「えなんでなんですか?」みたいなでこれでもうそっからこうやってどうするみたいなあや部がこんなことになってるみたいな何かがあったやろと思ってそしたらその中国人事件っよねそれは分からんかった正直俺もでもお前も分からんやったやろ わ、ね、からないとなんかもう今の話聞くと確かにちょっと鉄も苦労してそうやろと思ったわそのお互い思いやろうよその電話の時一方的じゃなくていや思いやれんってあの状況は無理やってだってお前は結局味方がおるんやけん二、うん、人なんやけんお前敵やろお前ひどこが味方やねん <laughs> ま,まあまあそうやけど一人の心細さを分かってないわ<は>お前一人で何パ行ってみめっちゃ心細くないあれ まあでも結構俺なんか話せるもう交換とかした一発目お前すごいねマジでしたよ俺もうマジやばかったでも本当にお前許せんもん俺は許せんやってんここまで聞いてもこのお互いの事情が分かった上でもいやここまで聞いたらちょっとある程度やろある程度はまあまあ理解はじゃあ勝手にお前喋んなよいやいやいやお前ふざけんなよ <laughs> こい<つ>俺お前に許せてない点がもう一個あるから何やってみんやじゃお前さ、はい、俺がさわーって電話で怒った後さ なんか謝るごめんなって LINE してきたな怒っとってあや謝るごめんなと謝るごめんなって言って俺はまあまあ一方的に俺も言い過ぎたしけどまあ謝ってくれたからまあいいかって思ってたんよけどちょっと俺はね怒ってたからちょっと既読つけるの後にしようと思って既読つけてなかったんよお前送信取り消ししたなそれもうだってそれそうやろでお前その後普通の会話してきたな当たり前やろお前 ごめんな、消すなや消すよ俺に届かんかったからって。一回カラオケの人と出て、あやむがぶち切れて、やばいやばいやばい、ごめんごめん一旦落ち着け、落ち着け。で、切られた。あやむ、ごめんな、送る。戻る。はーい、はい、消すやろ、お前。なんで、なんで俺が謝らないけんねん。なるやろ。俺だってこんな辛い思いして、あいつから一方的に言われて。消すかもな。消すやろがや、お前。何しこれ。鬼丸が悪い気がしてきたそうやろ、お前。 キングオブレディオ太宰の危ないトゥナイトそもそもね俺は野田と一緒にやるつもりやってたよ後輩のサラマンダガールのキノコ野田ですよ、はい、一番最初の案はねその 2>, そ<う>2対2だと「あやむ軍団<う>鉄軍団戦おう」うん、みたいなで俺はねその日も一人で負けた日もね、はい、あの野田が近くでバイトしてるんでね野田んとこ行ってね、うん、もう俺嫌やと で野田は「ごめんなさい俺がバイトで行けなくてごめんなさい」とただ月曜日休みなんでリベンジしましょうって言ってくれたよあいつはいい後輩やだからさ俺さ行ったんよ月曜日ちゃんと野田もねバシッと決めてたようん俺もねちゃんとおしゃれな格好してで,でもやっぱナンパって難しいと思ってた俺はそしたら野田がさ「俺に任せてください」「かっこいい」「俺が行きますがおイケメンね野田くんは」そうそしたらあいつさもうね早かったよすぐさま 女の子捕まえてきてでどうですかとでその女の子もねすごいテンション高い可愛い子やはいもう「えちょっと飲み行きましょう」みたいな向こうからぐいぐい、すごいよそうで私ちょっとおすすめのお店あるんでそこ行きませんみたいな感じ一点「お前コンカフェやったぞえどういうことコンカフェ城やって最悪やん最悪やと思ってお で俺それでね新人あてがわれて俺たちおうもう新人もわけわからんもずっと喋ゃべりよるんよおな何を喋るのるそいつはいやもうわからんもう何,何しゃべってもコンセプトカフェやからはい、はい、そのコンセプトにのっとったようなことしか喋らないちょっとねそれ気になるねそのコンカフェのどんな感じなんや <laughs> いやいやなんかねな何のコンセプトそこのコンセプトいやでもねこれ言ったらね多分そのお店バレるけんあんまよくないんやろうけどいいや、ね、なんかそのなんか俺たちがバンドのステージに出てる人 <laughs> <laughs> でその それをこうなんかお世話してくれるメイドみたいなただまあコンカフェやからその横に座ったりとかないよもうバーと変わらんただその女の子がコスプレしてるっていうだけで,でその新人の女の子がさもう完全にさ陰キャド陰キャ喋り方もめっちゃ早口で。 なんかちょっとなんていう「どこ住んでんの?」とか振ってもこことは遠い惑星なのだみたいな喋り方するんよこれねみんながそうなら分かるわみんながそうなら <laughs> 他の店員さん普通に喋ってるよその子だけ <laughs> えその子だけ野田が一生懸命笑いよったわ <laughs> そうでああそれローテーションで回るんやけど次に来た子がナンパでそのあれした子や その子は普通のいい子やったいい子とか普通に喋ってたその次に来た子がもう26歳ぐらいのもうめちゃくちゃいい子この子は可愛いめちゃくちゃ可愛いし接客態度も良すぎて俺その70分のコース俺延長してしまって楽しすぎてその子から写真撮ろうって言われて俺チェキまで撮ってきた可愛かわい可愛い お前これ一枚九百円やぞかわいいかわいいや普通にかわいいそうで結局え,えっとねそこにね二時間ぐらいおってお<ー>。二時間ぐらいおってお会計ですってなってお前一万四千円えぐっ痛い激痛やえぐ絶対に嫌やお<ー>あ,あ。俺のナンパの成果一万四千円のマイナスじゃもうこいつやばいマジで リベンジとか言ってコンカフェ行ってなんか好きな子見つけて <laughs> しかもさ俺そこの嫌やったってもう一個だけ言っていいあのー、かなたの行きつけらしい何<ん> <laughs> て <laughs> <laughs> キングオブレビューダザイ危なナッないよろしいわいやでもそなんか話に聞いた感じだとそのなんかお礼だけじゃなくて電話したのが西村さんに電話したよそそしてなんか、うん、その 今までのことも全部嫌やったみたいな。嫌やったよ。これ本当に問題っいうその考えたよ。の期間。俺鉄の何がこんなに嫌やったんやろう。あのね企画がね投げやりすぎる。企画がだって例えばビーガン生活ならさ、なんその今までの鉄の企画がビーガン生活をしてもらいます。食べるものも自分で選んでください。自分で買ってください。自分でそれ調理もしてください。それおかしくない。 なんか例えば2週間10日間するなら今日はビーガン生活なんでこれを食べましょうとかさ、うん、このお店がカフェなんで行きましょうとかさそういう企画をお前が出すべきじゃないじゃあ、ね、もう嫌ってこと例えばジンベ生活もさ10日間あるんやけんさあむ、はい、く君じゃあこの日は太宰府太宰府天満宮に撮影に行きましょう、うん、一緒に撮影班として行きます、うん、ここに何曜日はどこどこに行きましょうこれはどこどこに行きましょうってお前が全部企画を立てるべきじゃない 俺が体張ってんだからえお前はその企画これやってくださいって投げてお前はその期間何をしてんの覚えてないそれは覚えてないやろ、うん、だからお前も一緒にそれをやるべきなんじゃないって言ってんのそれは一緒に ?24 時間配信もそうだよなんで西津さんが24時間起きてるんお前がしろよえ指令出すのはお前がずっとやるべきやったよ いやその中で指令出す哲が寝るお前何寝てんだよっていうくだりがあってもいいよあってもいいけど、うん、お前ほとんど寝てたろえ覚えてないです覚えてないよ本当に覚えてないそす<う>記憶にございません記憶にございませんなよ一切一切だから俺は頑張って体張るからお前も企画主としてちゃんと緻密に企画を練ってくれって言ってんの俺はじゃ何 もうそんな難しいな難しくないやろじゃあやむがじゃあ例えばで考えるのは何なん次もう次ないよもう次ないのあやむが次やるとするのならばえ俺が俺に次やるとするならあもう自分で激ヤマー企画でもするとするのならばい,いやもう2週間一生懸命生きる <laughs> <laughs> これが本当の<お>これが本当のやむ <laughs> <laughs> は,はどう生きるかやえ当たり前や俺に任せたらそうなるやろ まだ出してない案あるってそれを考えるのもお前は怠ってるよじゃあでもこれえっやめるのは俺に対する甘さじゃないっすよ鉄に対する甘さっすよそれはごめんなその俺のせいで俺,俺のせいでポシャリそう今この企画が俺はちゃんとやってんだからでも,でももうポシャるかもそれはなんでなんそれはなんで <laughs> 俺のせいで <laughs> そうやってだからお前が頑張れって やりたいってこと違うって <laughs> じゃあ別に終わるならじゃあ終わるでいいけどえー、いやいやもう終わるならもうしょうがないでもそれは俺のせいじゃないよじゃ今回の、うん、<laughs> 企画をもって、うん、<laughs> 終わることになりましたうんえー、じゃあ「鉄」表で2週間 2> 終わることになりました そどうするのそれは「謝やむどう生きるかなよこの企画は」いやいやそうやけどまあこの企画終わるんやろだって鉄が出せないことによりそれはだって謝りいかんばやろちゃんと謝りに謝りこの2週間は謝りや謝りデイにしようえ <laughs> で1<日>今,今調べたら「謝りデイ謝,謝りウィーク」2>, <laughs> 2週間今調べたら、うん、福岡市に神社が130個ある全部行こう全部行って参拝して謝ろうごめんなさい神様に。 分かった俺も全部同行するる変えるってことねじゃあ、えー、どう生きるかじゃないもうその企画は終わり<え>謝りに行くだけ分かったどういうことじゃないじゃあ<分>もうそういうことでこの企画がだって<の>ちょっと待って<の>やりたくないじゃなくてそうやんそのなやりた俺はやりたくないなんて一言も言ってないよいその二択だけでは人生は決 <laughs> まら、あ、んグレーがあるっ言ってほしいねやりたいって。 寂しいねなんかいろいろ今までいろんなドラマがあったねそれはもう謝らんとなあやむさん、うん、お疲れ様ですはいお疲れ様ですあやむさんいろんなチャレンジ頑張っててえいしかっこいいです、うん、ありがとうあやむさんが頑張ってくれるおかげでああ私もたくさん元気パワーもらってますあ,あよかったそれあやむさんのことはベイビーズがいつも応援してるので安心してください、うん、これからも頑張ってください、うん、最初の頃を「生きざまで笑かす」と言っていましたね めっちゃ笑ってます癒されてます大好きですありがとういつも楽しく SNS で拝見しています年を重ねるとなかなか挑戦することが少なくなってしまいますよね、うん、ですがいろいろな企画をされてさまざまなことにチャレンジされている歩さんはかっこいいと思いますまあまあまあ、うん、いろんな意見が <laughs> あるのかもしれませんが私はいつも SNS で拝見してて面白いなって思ってますもし歩さんが本当に嫌な思いをされているのであれば 続けられなくてもいいいのではと思いますしかしこの企画を見てて楽しいなと思っている人がいるということもあやむさんに伝わったら嬉しいですそうや,なあやむさんはどう生きても大正解だよ、うん、生まれてきてくれて出会ってくれてありがとう大好きむきを万歳いつでも味方だからね、うん いろいろ言ってるのはみんなあやむさんのことが大好きだからですようん、うん、最後の20代最高の思い出にしましょうベイビーズはみんな応援していますな、うん、危ないといつも楽しく拝聴していますありがとうあやむさんがどう生きようとあやむさんの生き方を尊重しますので何よりも元気でいてくださいあやむさんの20代最後の年をベイビーズみんなで見守っていきますみんなあやむさんのことが大好きです忘れないでくださいありがとう アむム君が今後どう生きようがどうだっていいけどこの企画をやっているおかげで仕事が大変でも勉強が忙しくても嫌なことがあっても頑張れるベイビーズがたくさんいることを忘れないでくださいそうか、うん、間違いなくアむム君のおかげです私もアヤム君に出会えたことで救われた人間の一人ですご機嫌斜めになっている時間があるなら、うん、アヤム君を応援してくれているベイビーズのことを考えてください、うん、アむム君ならこの企画も楽しくできるはずです、うん、信じてますそうや、うん なんかみんなやっぱいろいろ思ってくれてたよなこの企画通してせやな何かそう考えると考え深いないろいろほんとやな残念やなやっぱ終わってしまうのは終われるな <laughs> <laughs> なんかどこに訴えれば勝てるんやろか場所が分からん無理や訴える場所がどこに行けばいいんや俺はそう、ね、<laughs> どうすらや いやもうでも次こんなことがあったら俺やめるからな20代最後おうん20代をやめるからな俺えどういうことですか20代やめる、うん、<laughs> 繰り上げ三十。<laughs> 誕生日を繰り上げこれは次お前こんなことがあったらやぞどんなことよこんなこと次鉄の裏切り行為があったらや裏切りおうだって俺はお前にね鉄にちゃんと企画を練ってくれればそれでいいって言ってるんや 本当にそうな、うん、俺も頑張るみんな頑張ろうよじゃあうんそうやぞこれは頑張ろう、うん、これだから西江さんも渡辺さんも監視しとかないかん哲をちゃんと哲が企画に真摯に向き合ってる顔、うん、俺が頑張ってる間こいつは怠けてない顔それは監視しないかんよし今まで通り頑張ろうじゃんうんでお前企画発表しろよ実習のうんだけどもここで企画発表でしょ 考えてないとか言ってたけど実はこの前の企画でムがちょっと怒ってると次週はねちょっとかわいそうやからムが全部自己プロデュースの本当に2週間っていうのを考えてたよ本当にあ俺が本当に考えるやつちょっとこれさすがにちょっとねっつって歩がこの週ぐらい一発くらいっつって本当にだから今週はよし決めた早いなすごいじゃない ちょっっとやっぱ2週間ずっと続けるっていうのはちょっときついもんがあるんで、うん、あの一、ー、日系また一日系で決めました<何>ま場所はちょっとまた話し合いますけどダザイストリート漫才ですストリート漫才ですダザイ2人でまあまあ天神なり博多なり分かんないですけどどっかでストリート漫才をします 拍手いやだってもうこれはもうね5050 50でしょ完全にやしやっぱ裏切ることもできんし <laughs> ネタ飛ばすとかはそれ裏切り <laughs> <laughs> <ら> <laughs> 裏切りこいじゃない別にでどうですかこの企画この2週間どこかでゲリラ的にストリート漫才をやるよっていうなるほどね、うん、そう劇場でや,やってないようなネタとか初期の頃のネタとかねいやいっちゃん強いのしょ <laughs> <laughs> そうやねんと、うん、ストリートで滑ってみ殺されるよ <laughs> 多分まあまあ時間とかそういうね場所とかもねおいおいちょっと話し合っていきますけども、えー、それでいきましょう、えー、20代最後、うん、アイアムはどう生きるか、えー、今回の企画は太宰ストトリート漫才お楽しみにお楽しみにちょっと待ってナンパしてなくなくいいやいやしてるでしょ 何を言ってんのしてない,てないやんじゃあそのベトナム人と中国人はどう処理するんかい失敗やん。失敗やん別に手伝って。<laughs> えぇ、ー、俺だって髪投げられてるやろ。失敗やん大失敗やん大失敗じゃないわ、その声かけてるから。ブーじゃやめろそれで言うと俺は別にそのビーガンも24時間も失敗してるじゃん。<laughs> <laughs> Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course, I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.